ータをセーブする。猫パラ。問題ございません。お任せください。そもそも普段が人数多すぎなんだよな。私たちが猫じゃなかったら完全に赤字よね、この店。私はソレイユのお仕事楽しくて大好きですし。仕事ですからやりますよ。資本主義らしい報酬に期待しては。はーい。よう、箇所。とりあえず落ち着いたから休憩回してくぞ。バイトで責任を押し付けられなきゃなんねんだ。ここはどこぞのバーガー屋か、おい。ええ、口では何とでも言えるよな。職場にみてえに甘い猫だと思ってんじゃねえぞ。ふん、頭撫でられたくれえで尻尾立てると思ったら大間違いだぞ。そんなお子ちゃまじゃねえんだからよ。特に問題はねえんじゃねえかな。強いて言えばナッツのアホの空回りっぷりをどうすっかって感じで。こないだからなんか妙にやる気出してんのはいいんだけどよ。でも急にスペックが上がるわけでもねえからな。ちゃんと見てねえと余計な仕事が増えそうで危なっかしいんだよ。飼い猫はつれえよ。ほんとつれえわ。まできる範囲で最善は尽くしますってことで。くっ、あずきのやつ、箇所様に言いたい放題。僕だって不器用だけどできることあるもん、あるもん。ココナツが厨房を覗いて震えてるけど何やってんのあれ。またあずちゃんに煽られてるんじゃない。はあ、ほんとよく飽きないわね、あの2匹は。それでこそアズちゃんとなっちゃんなんだよ。します。いえ、帰ろうと思ったんですけど。そのはあ、箇所様、どうか私に特訓をお願いします。はい、特訓です。どうかお願いします。それはこの間僕、私だってできることがあるんだって思ったのですが、でも昼間小豆に言われたい放題だったのが悔しくて。だから小豆を見返したいんです。ちょうどショコラもバニラもいないし、秘密特訓でレベルアップしたいんです。お願いします、箇所様。
こんなこと花椒様くらいにしかお願いできないんです。お願いします。はい、よろしくお願いします。花椒先生、猫型の置物になってます。僕が颯爽とケーキ屋さんのウェイトレスなんてそもそも無理があったんだ。もともとこんな可愛い服なんて似合わないと思ってた。知ってたんだ。カシオ様だってこいつ赤いやつやってドン引きしてたもん。生卵は殻を入れずに割れない。混ぜれば半分くらい飛び散っちゃう。掃除すればチリトリをひっくり返しての無限ループ。洗い物をすれば力入れすぎてコップが割れる。レジの紙ロール交換も落としてはレッドカーペット状態になってダメになる。これでお店のお手伝いとか借りた猫の手が邪魔してるとしか言えないじゃないか。もうダメだ。僕はダメダメな生きる巨大エンゲル係数だ。もうここに置いてもらえないし、水月を名乗る資格すらもない。そうだ、もういっそ旅に出よう。一人で旅に。今さら野良として生きるくらいなら幸せな思い出のまま天国へ。僕はそんなものをいただける身分ではありませんから。あ、甘い卵がふわふわで大盛り。あ、それってケチャップで僕の名前書いてくれたりするのかな。いけないいけない、ダメだよ花椒様。こんなダメ猫にそんな誘惑しちゃダメダメ。ただ飯ぐらいの猫に優しくちゃダメです。交渉ですから超盛りでお願いします。おいしい。交渉様のご飯本当においしいです。これ本当にいくらでもおかわりしていいんですか。僕の猫背にこんな贅沢があっていいんですか。ありがとうございます。花椒様大好きでな。そうですね、しぐれ様も旦那様も奥様もいないですけど、食材も置いてってくれてますし、ある程度はみんな料理もできますし、しぐれ様がもしものお金も置いていってくれてるから心配はご無用です。みんな鈴持ちですから外食もできますし、デリバリーサービスもありますから。それに比べて僕は特訓の成果も出ず、花椒様の最高に美味しいオムライスにがっついてたもん。もうダメだ、僕は本当にダメな猫だ。おい、何でしょうか。それは、
別に言いづらいというほどのことではないんですが、私はもう子猫じゃないから。ショコラとバニラっていう妹もできたし、鈴だって満点で取って、ハズキにだっていつまでも面倒見られてるわけじゃないし、いつの間にかどのお姉ちゃんよりも体が大きくなってて、もう子猫みたいなこと言ってられないって思ったから、だから言葉遣いも態度も変えようと思ったんです。やっぱり変ですか。できないことがたくさんあるなんて。カショウ様、でもそれじゃ、カショウ様、カショウ様、ごめんなさい。早く大人になりたくて、でもなれなくて、悲しい思いをさせてごめんなさい。それと、僕のこと心配してくれてありがとう。うん、もう大丈夫だよ。ダメでも不器用でも、僕は僕らしくすることにする。大切なお兄ちゃんがそれでいいって言ってくれたから。僕、水月家の猫にしてもらえて本当によかった。誰にでも僕は世界一幸せな猫だって言えるよ。ううん、僕の方こそ、本当の本当に。ありがとう。深呼吸。ゆっくり。丁寧に。やった、やったよ。見てほら、卵の殻が入ってないよ。割れた殻もこんな綺麗に。やったこれで洗い物もお掃除も紙労力効果も何でもバッチリだよ。
本当にそれもこれも全部お兄ちゃんのおかげ。ごめんなさい花椒様さんのおかげさまで。本当にいいの？そのこんなにでっかくて可愛くない猫がそんな呼び方しても。花椒さん、その僕ね、しぐれ様、しぐれちゃんを見ててずっとお兄ちゃんって羨ましいなって思ってたから、だからさっき兄弟みたいって言ってくれて本当に嬉しかったんだ。僕体ばっかり大きくなっちゃったから、妹だなんてお兄ちゃんにそんな風に思ってもらえるなんて思ってなくて。お兄ちゃん、じゃあお兄ちゃんって呼ばせてもらうね。お兄ちゃん、お兄ちゃん僕のお兄ちゃん。本当？本当に本当？お兄ちゃんにそう言ってもらえたら嬉しい。兄様、この妹めに夜のご寵愛のお言葉をいただきたく思います。兄様から愛しき妹なんて返しが来るとは。兄様は最近この妹めを殺しにかかっているようですね。あ、バニラ、ちょっと鼻血拭く用にバスタオル持ってきてください。すみません、少々お戯れを。ショコラとバニラの進捗を伝えておこうと思いまして、とりあえず明日に帰るのは不可能となりました。遅くとも1週間はかからないと思いますが、戻った時に鈴がない可能性もございます。最善は尽くしますので。それではまた連絡をいたします。愛してますわ、兄様。カシオ、ナッツのアホはそっちにいんだよな。一応確認でよ。どうせなんか余計な手間かけさせてんだろうけど、特に問題ねえのか？あ、別に何もねえならいいんだけどよ。てかナッツがてめえで連絡入れろっつう話だよ。手間のかかるダメ猫は困るよな。把握してねえとしぐれがうるせえんだよ。無事ならいいや。あとは適当に頼むわ。お風呂上がりましたにゃ。
長いとなかなか乾かないからいつもこんな感じで。いつもはしぐれちゃんが乾かしてくれたりするんだけど、自分だとめんどくさくてついつい。しょうがないって？優しくてすっごく気持ちいい。はーい、全然大丈夫。お兄ちゃんすっごく手慣れてるね。そっか、それは年季入ってるね。上手なわけにゃ。でもいいの？お兄ちゃんにこんなに甘えちゃって。今日だってお仕事で疲れてるのに。うん、僕もお店の手伝いしたくてしてる。その大事な家族でお兄ちゃんの妹だもんね。そういうことなんだね。嬉しいな、何度言ってもらっても。うん、何度でも言ってほしいにゃ。うわっ、お兄ちゃん、尻尾は敏感だから優しく。さっきよりすごくいい感じで。すごくいいのに、そのくすぐった気持ちよくて。僕我慢する。するけど。にこれ、しぐれちゃんに尻尾触られるのと全然違うよ。お兄ちゃんの指なんかすごいゾクゾクって。大丈夫、僕頑張るから。そのまま。にゃあ、にゃんとか。お風呂入ったばっかりにゃのに変な汗かいちゃったにゃ。お兄ちゃんありがとね。こんな風に甘やかしてもらったのすごく久々ですっごく嬉しい。頑張らないように頑張るって変な言葉だけどね。うん、ありがとうお兄ちゃん。ごめんなさい、あくべくん。そんなことまでしてくれてありがとうお兄ちゃん。じゃあお言葉に甘えておやすみなさい。お兄ちゃん、そのね。お兄ちゃん、その。
お兄ちゃん、今日は本当にいろいろとありがとう。この間のミルクの時もいっぱい褒めてくれたし、今日もいっぱい嬉しいこと言ってくれて、本当の本当に僕は幸せな猫だなって思ったよ。僕本当に頑張るから、もううじうじしたり迷ったりしないって約束する。最後にそれが言いたかったんだ。おやすみなさいお兄ちゃん、また明日ね。猫パラ、お掃除と洗い物バッチリ終わったよ。シナモン、メープル、確認お願いします。すごいよなっちゃん、すごい進歩だよ。コップもお皿もティースプーンも全部無事だよ。この程度で褒めるのもどうかと思うけど、でも一昨日までと比べたら仕事になりそうじゃない？なっちゃん、すっかり元気になってよかったね。根が単純だからね。箇所にうまいこと持ち上げられたんでしょ。どうだいあずき、僕だってやればできるんだよ。おうおう、すげえすげえ、ようやく下の上ってところだな。頑張れ頑張れ。聞いたお兄ちゃん、あずきに褒められたよ、あのあずきに。お兄ちゃんって、え、あんたそういうの好きだったの？ちょっと引くわ。まあまあいいじゃないの、他人や他猫の趣味趣向に口出すものじゃないってば。そういうことを店員に強要するカシオさん、ダメ。これからお店が始まるのに。シナモン、アローちゃん、うん、これは僕が望んだことなんだよ。もう背伸びするのはやめようと思ってね、お兄ちゃん。よくわかんないけど、一昨日に何かあったみたいね。ま、そっちのがココナッツっぽくていいと思うわよ。お姉ちゃんの一人としてなっちゃんが大人になって嬉しいな。無理して背伸びしてもいいことないと思うし。おい、カショ。ナッツがうじうじ猫から脱出したのはいいんだけども、特にナッツは単純なんだから、あんな特別扱いしてやんなよ。してんだろ、思いっきりよ。言ってもナッツはまだまだガキなんだから、距離感気をつけろって話だよ。いや、そうじゃなくてな。あ、あずき、もしかして羨ましいの？僕とお兄ちゃんが仲良しなのか。誰がそんなことで嫉妬するか、ボケ。調子に乗んじゃねえ、このダメ猫が。大人になった僕にそんな挑発は通じないよ。てめえ、図体と同じくらい態度まででかくなりやがって。体は関係ないだろ。あずきだって体くらい謙虚になればいいのに。なんだてめえ、やんのかこれ。そっちがふっかけてきたんでしょ。だったら言ってあげるよ。ま、多少は大人になってもこんなもんよね。これでこそ水月姉妹ですしね。猫パラ。
よう、歌唱。休憩入るぞ。なんだ？ああ、とりあえず、おとといまでよりはまともだよ。仕事は遅いけど、失敗するより200倍マシだしな。まあ、あの調子で慣れりゃ、ようやく戦力として数えられんじゃねえか？これも歌唱がナッツのアホの鼻っ柱を折ってくれたおかげだな。てめえはダメ猫なんだから、ダメ猫なりにやれってことだろ？それを鼻っ柱を折るってんじゃねえか。キキキ。ま、ナッツに必要だったのはまさにそれだしな。無理すんなって私が言っても聞かねえし。ま、何言ったか知らねえけど、いい傾向だろ。これでも一応一番年上だしな。私がやんなきゃしょうがねえだろ。モンシナとかプルメイなんかはもうほっといても心配だねえけどよ。困ったことに、ナッツがでかいのは体とおっぱいだけだからな。ほんと、ガキすぎて困ったもんだぜ。大体察しはつくけどな。ずっと末っ子で甘えっぱなしだったけど、だんだん体がでかくなってきたとこにショコバニの2匹が来たからな。頑張ってお姉ちゃんやろうと背伸びしようとした結果があれってとこだろ。てめえもまだまだ子猫ちゃんのくせに分不相応なこと考えやがって。一緒になって甘えてりゃいいのに。困ったもんだ。そうだ、私は大変なんだぞ。さらに店の仕切りまで押し付けられちまうしな。感謝の気持ちにうめえもん食わせてもらいたいもんだぜ。あ、そういやこないだテレビで1杯2万5千円の大間マグロ丼が紹介されてたな。そんな甘えた声出しちゃって。なんだかんだ言ってやっぱりあずきもお兄ちゃんに甘えたかったんでしょう。ちっけえよ。おめえみてえな子猫ちゃんと同じにすんじゃねえ。その子猫ちゃんと同じように喜んでたくせに。ちげえって。今のは歌唱の手がくせえから出たフレーメンだ。フレーメンね。あずきのフレーメン顔は可愛いんだね。お疲れ様でした。人数少ないのにももうだいぶ慣れたわね。ショコラとバニラはいつ帰ってくるんだろうね。本
とショコラはアホの子だからな。あれで鈴取れたことの方が奇跡だぞ。鈴なくさなければいいけどね。はあ？なんで私だけ残業なんだよ。仲のいいナッツでも連れてきゃいいじゃねえか。ったく、しょうがねえな。ほんとこのケーキ屋はブラックだな、おい。はい、任されました。で、一体どこに行こうってんだ？歌唱も見慣れねえスーツとか着やがって。さてはあれか？なんか謝りに行くのに、私を猫み悟空にしようってか？そういうのなら、おっぱいキャットのモンシナがナッツのが向いてんだろ？トーク、さっきからそればっかじゃねえか。こんな可愛い猫とデート気分とか、店だったらいくらかかると思ってんだ。は？この店って。お待たせいたしました。カーテン開けますね。ちょっと待て、聞いてねえぞ、こんなの。似合ってるとか似合ってないとか、そういうことじゃなくてだな。ちゃかすんじゃねえよ。私つ素材がいいからだろ。なんでこんな格好させてんだよ。プルメイならこんなコスプレ喜ぶかもしれねえけど、私だぞ。それにこんな高いドレス買われてもし、は？ドレスコード？着いたぞって、はあ、こんなとこでドレスコードって。こういうとこに来るなら最初から言えっつうの。からってこんなのは想像もしてなかったっつうの。絶対あたふたしてる私を見て楽しんでたろ。カーションもいい性格してるよ、まったく。そりゃうめえけどさ。別にしてもらうほどのことはしてねえよ。息抜き？
所。本当めはカッコつけだな。そんなんだから地頃パティシエとか言われんだぞ。たまにはこういうのも悪くねえな。なんかシャンパンに酔っ払っちまったみてえだし、ここにいる間だけはお姉ちゃんの看板置いとくことにするわ。お兄ちゃんも底辺だな。ちげえね。じゃあその目的のケーキが出てくるまでは普段のお礼ってことで遠慮なく行かせてもらうわ。財布の中身は大丈夫なんだよな。いくらカッコつけても私はお兄ちゃんなんて呼ばねえぞ。カショウがどうしても呼んでほしいって言うなら考えなくもねえけどよ。ま、そういうことにしといてやるよ。じゃあ改めて大事な家族に。私の我が家に帰ってきたな。やっぱこっちの着慣れた服のが落ち着くな。ま、シンデレラタイムもたまには悪くなかったけどよ。ああ、おかげさまでな。いろいろと気遣いサンキューな。礼は言っとくよ。そっちこそ、なんか参考にはなったのかよ。なんかガラス細工みてえなケーキばっかりだったけどよ。ちげえね。そうか、カシオのケーキのがうめえなってのもあったぞ。イチネコとしての素直な感想だよ、バカ。浮かれ気分もほどほどにして、明日からはまたお姉ちゃん業に勤しまねえとな。特にナッツのアホはまだまだ子猫ちゃんだから手がかかって目が離せねえし、あいつがまた調子に乗れるまでしっかりおだててやんねえと。カショウがうまいこと調子乗せたんだから責任取ってちゃんとおだててやれよ。あずき、お兄ちゃん。ナッツ、なんでまだここに。お兄ちゃんのこと待ってたから。僕が調子に乗るまでおだてるってどういうこと。お兄ちゃんは僕のこと、大事な妹だって。あずきだって僕のこと、褒めてくれたんじゃなかったの。今まではあんな風にだって、褒めてくれたこと、一度もなかったくせに。
いや、だから今のは違えんだっつってんだろ。そうやって人の話聞かずに早とちりすっから、くだらねえミスばっかすんだろうが。あずきはなんでそんな嘘ついたの。最低、最低だよ。僕のことそんな風にからかって傷つけて楽しいの。いくら喧嘩ばっかりでもお姉ちゃんだと思ってたのに。いや、だから別に嘘ついたとかじゃなくてな、癇癪起こしてねえでこっちの話聞けっつーの。うるさい、あずきの話なんて聞きたくもないよ。大きいのは態度ばっかり、器は体と同じくらい小さいじゃないか。箇所はちょっと下がってろ。おいナッツ、いいからギャンギャン騒ぐんじゃねえよ。話聞けって言ってんだろ。喧嘩売り手だけなのか。意味もなくわざわざ人が気にしてっとこピンポイントでつっつきやがって。真面目に話してんだから、たまには姉貴の言うこと聞けよ。ああそうだよ、あずきは僕のことが嫌いなんでしょ。僕は手のかかる調子に乗った妹なんでしょ。こんな時ばっかりお姉ちゃんぶって偉そうにお説教しないでよ。お兄ちゃんもあずきも一緒になって僕のことを騙して、あずきなんかお姉ちゃんじゃない。お兄ちゃんが僕のことを褒めてくれたのも全部嘘だったんだ。大事な家族だなんて嘘っぱちじゃないか。お兄ちゃんもあずきもどうせ血なんて繋がってないんだから。あずき、おめえはよ、どんな時だろうが言っていいことと悪いことの区別もつかねえのか。それはそんなんだからガキって言われるのが本気でわかんねえのか。いいわけねえだろ。みんな分かりきったこと聞いてどうすんだよ。言われなくたって分かってるし。箇所はほんと意外に暑苦しいよな。くせえこと平気で言うカッコつけだし。でもありがとな、おかげさまでへこんでる場合じゃなくなったわ。そうだな、お姉ちゃんは底辺だ。じゃダメな妹を探しに行きますか。
ちゃん。わかってるんだ、僕がダメなのくらい。お兄ちゃんに教えてもらってようやくほんのちょっと役に立つくらいだって。僕は本当に体が大きいだけで何の役にも立ててなくて、シナモンにもメープルにも年下のショコラやバニラにも、あんなこと言われた小豆にだって全然かなわないって分かってるんだ。分かってるから頑張ってるんだ。でもうまくいかないんだもん。僕だってお兄ちゃんやしぐれちゃんの役に立ちたいんだ。でもあんな風に言われたらさ、僕だってそんな、僕なんか全然頑張ってるうちに入らないから。それは嫌いじゃない、そんなことで嫌になんかなれないよ。僕のこと何も言わずにいつも助けてくれてるって。喧嘩ばっかりしちゃうけど、でも大好きなお姉ちゃんなんだよ。これで小豆に嫌われちゃっても嫌いになんてなれないくらい好きなんだよ。こんなのなんともないよ。きっと小豆の心の方が何倍も痛かったから、僕小豆に謝らなくちゃ。もう許してもらえないかもしれないけど、でもちゃんと謝りたいよ。この距離なんだから聞こえてるに決まってんだろ。え、あずき。
本当に手のかかるバカ猫だな、おめえは。ごめんなさい、ひどいこと言ってごめんなさい。あんなこと言われたからって家族の縁が切れるわけがねえだろうが、このバカ猫が血がつながってるとかつながってねえとかそういうもんじゃねえだろ。おめえは私の妹なんだよ、たとえナッツが認めなくても。おめえは私の妹なんだ。どんなに喧嘩しようが何を言い合おうが関係ねえ、それでも無条件に許せるんだから家族なんだろ私たちは。ごめんなさい、ごめんなさい、お姉ちゃん。私が悪かった、許してくれ。ナッツが頑張ってるのは誰よりも私が見てたから。だからもうピーピー泣くんじゃねえよ。妹泣かせる姉貴とか最低もいいとこだろうが。そんなこと言われたらもっと泣いちゃうに決まってるでしょ。ありがとうお姉ちゃん、お姉ちゃん。手のかかる可愛い妹なんだからよ、ナッツは。僕が余計な時間を取らせたから。別におめえ一人のせいじゃねえし、いちいち自虐ネタに走るんじゃねえよな。今日のお姉ちゃんは優しいな。うるせえ、私はいつも優しいんだよ。ショコラとバニラがいねえからって私らを代わりにしようってか。そんな手に乗るほど私は安い猫じゃねえぞ。か、代わりって、お兄ちゃんそれって。まあ確かに今から帰るのも面倒だし、それならナッツと一緒でも仕方ねえかな。本当？本当に？じゃあお姉ちゃんのことギューってしながら寝てあげるね。よし、てめえはソファーで一人で寝ろや。じゃあ腕枕で妥協するから。姉妹なんだしそれくらいならいいでしょ。おい歌唱、ナッツの姉妹感を兄として強制してやれよ。言われてみればそうだったな。でしょ、だから今日は一緒に寝ようね、お姉ちゃん。へえ、分かった分かった、今日だけはな。はーい、ありがとうお姉ちゃん。ただいま。三人とも、おかえり。お疲れ様。その様子だと、なんとか大丈夫だったみたいね。ええ、なんとか。それはそれは、大変でしたけども。一時は王女を仕掛けた、マジで。何すんだよバカマンチカン。
僕が卵割ってるのくらい見えてるでしょ。うるせえこの長毛種が。てめえのでけえケツが邪魔だからぶつかっちまったんだよ。もう小豆とココナッツは神聖な兄様の厨房で喧嘩などして、ココちゃんもアズニャンももっと仲良くすればいいのにね。あの2匹はしゃあない。ああいう生き物なんだよショコラ。ん？もう素直じゃないんだからな。ギュッてしちゃうぞお姉ちゃん。えい、むっぎゅー。ちょっと、てめえおい、うぜえからやめろっつーの。離せほら。えへへ、嬉しいくせに。ほーらほーら、くるくるくる。何があったの？あの2匹。いつの間にか、昔みたいにお姉ちゃんって呼んでるけど。でも、仲良さそうだからいいんじゃないかな。が一番だよ。洗う角には服着たるってね。ショコラの能天気キャラはこういう時は癒されるんだけどね。バニラ、思い出すのはやめましょう。また次回の更新の時まで。また次回があるんだね、あなたものよ。ほら尻尾立ってるよ、ピーンって。すごい。ちげえし、これはフレーメン反応だし。猫パラ。いにゃっしゃいませー。新しい鈴になったショコラがお出迎えいたします。ショコラ、鈴自体は変わってないから分かりづらいよ。にゃにゃ、言われてみれば。じゃあ新しくなったショコラがお出迎えいたします。ショコラはほんと愛すべき猫だね。ほんと愛してる。こんないい天気の日にはジュレを使ったグレープフルーツケーキはいかがですか？さっぱりしててとっても美味しいですよ。だったらアールグレーとグレープフルーツのセパレートティーね。私が味見してるんだから間違いないわ。ココナッツ、お客様のお会計をお願いしてもいいかしら？うん、任せてシグレちゃん。昨日もお姉ちゃんとお兄ちゃんに特訓してもらったからバッチリだよ。980円が2点と、600円が3点と。申し訳ございません、お客様。少々お待ちくださいませ。まあそんな混んでねえし問題ねえだろ。ナッツにはまだまだ場数踏ませなきゃなんねえしな。バニャーも手の抜き方覚えたみてえだし、このまま行けば私が楽できそうで何よりだな。あ、なんだよヤブカラ棒に。フロアリーダーの次はパティシエールか。おめえはどこまで猫使いが荒いんだよ。
しがめんどくせえって言ってもどうせ聞かねえんだろ。はあ、飼い猫のつれえとこだよな。マジ猫腹だわ。まあ歌唱には多少なりとも借りがあるしな。ただしあんま期待しすぎんじゃねえぞ。私がいくらハイスペックだっつっても所詮は猫なんだからな。仕事だっつーなら何でもやるけど、できねえもんはできねえぞ。まあできる限りは頑張っけど、ただしちゃんと歩合はつけろよ。研修期間はいらねえけど、ただ働きはごめんだかんな。きっとね、言い方しやがって。だったら歌唱が泣いて頼むくらいのもの見せてやんよ。なになに、お姉ちゃんもケーキ作るの？なんか流れでそんなことになっちまったわ。ノーアル猫は爪を隠してたけど、ハイスペックっぷりを見せちまったから仕方ね。わあすごい、お姉ちゃんのケーキ楽しみだな。じゃあ僕ももっとお仕事したい。はーい、頑張るのでよろしくお願いします。僕はダメな猫だ。まあ予想の範囲内ってか、予想通りすぎて面白くもねえわな。違うんだよ、別にふざけてるわけじゃなくて。精神論でステータス上がったら苦労しねえよ。お姉ちゃんどうしよう。これまあ捨てるのももったいねえし、私はこれで作り直すわ。勉強させてもらったろ、レストランで。この店にはあんま向かねえかもしれねえけど。お姉ちゃん、やっぱり僕なんかじゃ相手にならないね。こんなところでも僕のフォローをしてもらってばっかりで。尻尾立てちゃうお姉ちゃん大好きだな。ツンデレって思ったらすごい可愛いお姉ちゃんだ。
ぞ。そんな安っぽいカテゴライズするんじゃねえ。私はもっと、僕にはまだケーキ作りは早いから横で見学してるね。お姉ちゃん頑張って、僕の分まで。うるせえな、そんな気張るもんじゃねえだろうが。混ぜる？そんなもんナッツだってできるぞ最近は。お姉ちゃんに褒められちゃった。しながら手際よくパパパーってやっちゃってすっごくかっこいい。ううん、すっごいかっこいいよ。僕惚れ直しちゃう。おめえはどこ見てんだよ。見学でもちゃんと集中しろ。集中。あ、そうだよね。よし、僕集中するよ。集中。了解。じゃあちょっとやってみっかな。じゃあまずは卵だよな。カショウがやってたのはこんな感じだったかな。あ、今の何か難かったか。後ろ、どうしたの？なんかやたら顔真っ赤だけど。あ、もしかしてお兄ちゃんに褒めてもらって照れてるの？照れてねえよ。何適当なこと言ってんだ。その干渉が張り付いてるからちょっとあっちだけだし。珍しいね、お姉ちゃんが褒められて照れるなんて。普段なら当たり前だろ、私を誰だと思ってんだ、んとか言っちゃうくせに。
だって時と場合によっては緊張くらいするわ。いやまあ別にケーキ作りで緊張してるわけじゃねえけど。何にって おまそれは。じーあずにゃ、まるでご主人様がご主人様みたいだね。あずき、乙女、乙女猫の顔してた。ちげーし、乙女とかマジでちげーし。それなら夏の方がカシオにデレデレしてし、マジだし。そういう勘違いやめてくださいますか。いやほんとマジで。僕のご主人様はしぐれちゃんだけど、そのでもお兄ちゃんもご主人様みたいにも思ってるよ。いやー、ココちゃんもご主人様にメロメロにゃ。ご主人マジエロパティシエ、ほんと引っ掛けまくり。猫と見れば見境ないから困る。でもでもみんなご主人様の恋猫になったら楽しそうですにゃ。うむ、他ならぬ姉上たちならば悪くないやん。はあ、ちょっとケーキ作らせたくらいで私を落とした気になってんじゃねえぞ。お兄ちゃんはそもそもショコラとバニラの恋人だし。それだそれ、妹たちの男寝たるほど飢えてねえし。にゃにゃ、別にアホなことなんて言ってにゃいですよ。私たちは一途だけど、そもそも猫の愛は自由気まま。そうそう、知らない猫ちゃんとかは嫌ですけど、みんなならいいよね。好きな人×好きな猫イコール幸せがいっぱいにゃ。ご主人ハーレム、ほんとエロスケ好きもの猫たらし。ゴロ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 ー。え、そうだな、姉としてな。ほら、ナツ、姉として説教してやれ。え、そこで僕、お姉ちゃんの方がお姉ちゃんじゃない。じゃあ、アズニャンとココちゃんはご主人様とラブラブするのは嫌にゃ。いや、別に嫌ってわけじゃないけど。にゃー、やっぱりにゃ。ほらほら、聞きましたかご主人様。猫は多彩でも気にしない、ちゃんと平等に愛してくれれば。だからちげえし、だから何度も言ってるけどちげえし、そのとにかくちげえし。そんなこと言っても尻尾は正直にゃん。それもちげえし、ほんと違うっつってんだろ。違うココナツ、ここがドキドキしてる？してるの？にゃ、胸触っちゃダメだってば。僕は知るもんじゃないんだから。ええやないか、ええやないか、減るもんでもなしに。私もショコラも控えめだから憧れがないこともない。こら、そんなわしづかみにしないの。バニラってば。猫パラ。ではご主人様、本当に好きなもの買っていいんですね。ご主人様の
私のご主人粋な計らい。私は別に苦労してないけど。バニラ準備 OK？ 完璧。お茶からポテチまで、これで何時間でも戦える。よーし、じゃあ行くよ。おっかいものショコラとネットショッピングデート、超ワクワク。じゃあまずは楽天市場からだね。ゴーゴー。あ、ご主人のお買い物履歴からのおすすめ、お店のものばっかり、つまんない。もっとこうプライベーティーな、すごいの楽しみにしてるのに。まあまあ、今日の本題は違うから。じゃあまずはどこから見る？宝石？でもショコラ、ビー玉と真珠の違いよくわかってないし。綺麗なら何でもいいんだよ。あとは愛が困ってればなおよし。ショコラはかわいそうなほどちょろい猫だね。でもそれもまたかわいいから何とも言えない。これ、これ見てバニラ、大変。マグロ、マグロがあるよ。しかも一匹丸ごと。おー、丸々一匹で172万円。素敵、素敵だよショコラ。大トロがどのくらいあるかググろう。多分食べ放題。じゃあまずはキープだね。比較リストに入れよう。合格祝いとは言っても、散々追試を受けた上でのギリギリも良いところでしたけどね。まったく。バニラは花歌まじりに合格したのに、ショコラは全然でしたからね。せめてスズネコらしいところを見せてくれれば、マグロごとき私が買ってあげたのですが。あ、でもそうしたらマグロ一匹が入る冷蔵庫も買わなくてはなりませんね。兄様のお願いでしたらば、そちらも合わせて購入しても良いのですが。そうですね、あまり甘やかしすぎても良くないですし。それはそうとして、私が出てる間に小豆とココナッツが随分と兄様に懐いているようですね。ショコラ、バニラだけでなく良い傾向です。うんうん。はあ、兄様も本当に猫殺し、いえ女殺しですね。そんな兄様が誇らしくもありますが、女として、いえ妹として心配にもなります。まあそのあたりを考えてないのも兄様の魅力ですので、ままならないものです。ちなみに言っておきますが、猫は多彩性の生き物なので心配はありませんよ。もちろん嫉妬はしますが、人間とは違って独占欲というものはないようです。私も兄様ならば安心して猫たちをお嫁に出せるというものですし、小豆やココナッツが兄様を主人と慕うならば喜ばしいことですし、兄様が私が育てた娘たちにメロメロになるのは何とも言えない満足感がありますし。ああ、兄様のその複雑なお顔もまた妹心をそそります。慕っている兄様をいじめたくなる罪な妹心をお許しください。はあはあはあ。マグロ一匹は高くてダメなら、松阪牛一頭なんて全然無理だよ。松阪牛は500万円か、ちょっと足りないにゃん。これも解消のないご主人に触れた子猫の弱み、仕方ない。では私もそろそろおいとまいたしますね。いえいえ、兄様のお手伝いをさせていただけることが
妹めの幸せにございますから。では外にタクシーを待たせてありますので。兄様は本当にさらりとかっこいいですね。私も妹でなければ。いえ、何でもありませんよ。では私はこれで失礼いたしますね。兄様、愛してますわ。おやすみなさい。猫パラ。お兄ちゃん見て見て、新しい仕事できるようになったんだよ。通信販売の注文から伝票書きまでバッチリ。褒めて褒めて。ショコラが教えてくれたんだよ。ガラガラガラ。にゃー、お兄ちゃんのなでなで気持ちいい。お兄ちゃん、どうしたの？なんか今すごく困った顔してたから、こういうの嫌だった。やめた方がいい？照れくさい？いつもと同じなのに？変なお兄ちゃんだにゃ。ゴロゴロ。ショコラ、ココちゃん、ちょっといい？ふむ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 。どうしたのショコラ、僕どうかした？ココちゃん、おっぱいふわふわ、めっちゃぽよぽよだよ。やばい、超気持ちいい。ふっかふかですにゃ。え、そうバニラとはまるでボリューム感が違うというか、こうすっごくいい感じでめっちゃふっかふか。はあ、それはありがとうなのかな。ではご主人様もエッチな顔しちゃうのも仕方ないにゃ。はい？エッチな顔？うん、エッチな顔。ご主人様がココちゃんにコロコロされてウハウハしてた。ウハウハって。そうだよね。そんなわけないよね。僕なんか子供っぽくてそんな目で見れるわけないっていうか、お兄ちゃんから見たら手のかかるだけの猫っていうか、そういう魅力とは猫とすっぽんっていうかね。
あくまで僕は猫で妹で色気もなくて頼りにならなくって。って、自分で言ってて悲しくなってきたけど。え？そんな意味じゃないって。お兄ちゃんは僕のこと、その、エッチな目で見れるの？僕なんかでも、恋猫にしたいって思ってくれるの？ココちゃんはめっちゃエッチだよ。今みたいな顔、ショコラもなんかこうモヤモヤするも、モヤモヤも、モヤモヤ？モヤモヤってね、ご主人様、モヤモヤしますよね。いやー、ご主人様伝票書いてくるね。ちょっと待ってて。本日のソレイユ、閉店業務完了であります。みんなももう帰った。ちなみにショコラは上で着替えてる。仕込み手伝うことある？あれば手伝う。了解した。テレビでも見てることにする。でもその前に、ご主人にお伺い、いい？今日の後半、ココナッツがやたらボケっとしてたんだけど、なんかあった？具体的に言うと、通販伝票ミスりまくり。私がフォローしといたから問題はないけど、何か心当たりが？主人は猫ジゴロだからね。いろいろ仕方ない。何やらショコラもモヤモヤしてたし、ご主人の変態。ご主人、私は急用を思い出した。失礼つかまつる。ご主人様、ご主人様、お仕事終わりましたか？終わりましたか？うん、なるほど、そうですか。終わってないのですか？いつ終わりますか？どのくらいで終わりそうですか？
ですね。ショコラは欲求不満なのです。恋猫として困るので、どうにかしてほしいなって思うのです。だってですよ、最近ご無沙汰ってやつだったじゃないですか。それなのに昼間にモヤモヤしちゃってから、ずっとモヤモヤなんですにゃ。むしろ今までちゃんと我慢したんですにゃにゃ。バニラは楽天市場から届いた動物 DVD に6時間は夢中ですし。え、ご主人様、ご主人様とのチュー好きです。ご主人様、ショコラのモヤモヤ度伝わりましたかにゃ。だって大好きなご主人様ですから当たり前じゃないですか。猫は素直なんですよ、知ってますよね。もう何度も何度もショコラとチューしてるんですから。にゃ、ご主人様に知り尽くされちゃってますにゃ。じゃあもっと恋猫っぽいチューしたいです、ご主人様。お兄ちゃん、ショコラ。ごめんなさい、その、僕、ちょっとお兄ちゃんとお話がしたくて、その、だから別に、その、二人の邪魔をしようとしたわけじゃなくて。違うよ、悪いのは僕だから。恋人だもん、そういうことだってその知らないわけじゃないし。僕何言ってるんだろう。ごめんなさい、僕帰るね。いや、今のは痛かったわけじゃなくて、ちょっといきなりだったからびっくりしちゃっただけで。お兄ちゃん、その、手、離して。お兄ちゃん。ごめんなさい。何も言わずに逃げようとしちゃったから、だから、ごめんなさいって。その、あの可愛くて無邪気なショコラがね、あんな顔であんなことしてたから、僕、すっごく驚いちゃって。恋人なんだから当たり前のことなのに、僕の方がお姉ちゃんなのに、その、ああいうこと、したことないから、知らなくて。心臓が死んじゃうかと思うくらいドキドキしちゃって、頭がカーッと熱くなって、真っ白になっちゃって、足に力が入らなくなって、しゃがみ込んじゃいそうになっちゃって、それで、なんか、わけわかんなくなっちゃって。お兄ちゃん、ごめんなさい。
ふっこちゃーん。ショコラ？ショコラ？なに？ココちゃんこそどうしたの？そんな顔して。そんな顔って、別にいつも通りだけど。嘘つき。すごーく可愛い顔してたよ。可愛い顔って、そんなことね。ご主人様、ココちゃんめちゃくちゃ可愛い顔してましたよね。お兄ちゃんまでそんなこと。だって仕方ないじゃないか。ショコラのあんな顔見ちゃったんだから。本当は自分でも分かってたんだね。ココちゃんもそんな顔してたんだよ。ってことは、さっきのショコラと同じくらいモヤモヤな気分だったってことかにゃん。それはその、お兄ちゃんが急に肩とか触るから。にゃーって可愛い声出してたもんね。ココちゃん、お昼の時ご主人様にエッチな目で見れるのって聞いた時からスイッチ入っちゃってたでしょ。やっぱり？わかるよ、同じ猫だもん。あ、もしかしてココちゃん、ご主人様と恋猫っぽいことしたくて戻ってきてたり？そんなこと。お兄ちゃんに恋猫っぽい目で見られてるのかもって思ったら嬉しかったから。ですって、ご主人様。猫は最初の発情期が終わったら最初みたいにフラフラになったりすることはないですけど、でもスイッチが入っちゃったら我慢できなくなっちゃうんやよね。大好きなご主人様のエッチなところ見ちゃったらショコラだって我慢できなくなっちゃうもんね、ココちゃん。お昼は返事聞けなかったけど、もう一回だけ聞いてもいい？お兄ちゃんは僕のこと恋猫にしたいって思ってくれる？お兄ちゃんが僕なんかとチューしたいって思ってくれるなら。ご主人様、ココちゃんにここまで言わせていいのかにゃ。それって、うん、お兄ちゃんとなら僕もキスしたい。僕もお兄ちゃんの恋猫にしてほしい。怖いっていうか、そのお兄ちゃんが僕にキスしてくれるって思うと、そのすごく緊張しちゃうっていうか、本当に僕なんかでいいのかなっていうか、いざとなったらそのなんかいろいろ考えちゃって。お兄ちゃん、言った
言ってくれたけど、でも。お兄ちゃん。うん。すぐにできるかはわからないけど。でも僕、頑張るから。だから、キス、してほしいよ。お兄ちゃん、もう迷わないから。お願い。独り占めしちゃって、うん、それはそうなんだけど、でもそのね、あんな風にキスしてお祝いしてもらった上に、こんな風にお兄ちゃんのことを独り占めしちゃっていいのかなって。ショコラとバニラの方が先にお兄ちゃんの恋猫だったのに。ないけど、でも僕の方がお姉ちゃんなのに。
お兄ちゃんのこと横取りしちゃったみたいで。お兄ちゃん、ありがとう。そう言ってくれて本当に嬉しい。僕、すっごく幸せな猫だ。世界一幸せな猫だよ。僕もお兄ちゃんの恋猫だって思っててもいいの？僕のご主人様はしぐれちゃんだけど、それでもお兄ちゃんのこともご主人様って思ってもいいのかな？ありがとう。やっぱりお兄ちゃんはかっこいいな。じゃあ今日はこのままギュッてしながら一緒に寝てくれる？お兄ちゃんにギュッてしてもらってると僕みたいに背の高い猫でも女の子だって思えるから嬉しいんだ。あと寝るまでなでなでしててくれる？あとそのチューもしてほしい。ありがとう兄ちゃん、大好き。猫として誇るべきですよ。そんな恥ずかしいからあんまり大声では。違うんだよお兄ちゃん。僕は何も言うつもりなんかなかったんだ。でもしぐれちゃんがずるくて。そうですよ兄様、ココナッツを責めないであげてくださいませ。ココナッツの口を割らせることなど子猫の手をひねるよりたやすいだけのこと。それに私もまだ幼いとはいえ女ですから、女の顔は殿方にはわからない機微があるのですよ。ごめんなさいお兄ちゃん、しぐれちゃんにバーっていろいろと聞かれてうまく答えられなくて。でもしぐれちゃんだって僕のご主人様だよ。お兄ちゃんもそれでいいって言ってくれたし。心は私に忠誠を誓っていても体は兄様を求めてしまう。そんなのも、ゾクゾクとこの心と体を焦がしてやまない。ありです。ありですわ、ココナツ。まだまだ子猫と思っていたけれど、やっぱり私の猫ですわね。違うよ。なんかよくわかんないけど違う気がするよ、しぐれちゃん。めんどくせえ労働の時間の始まりだな。って、あれ？どうかしたんですか？この空気。確かにしぐれがいつもより3割増しで高洗ってるわね。しぐれちゃんとなっちゃんの様子を見てるとなんとなくお察ししますけどね。まあね、私には関係なさそうだし。ショコラちゃん
人が幸せそうならいいんじゃないの。なんでもねえ、あずき。え、あ、せやな。あ、まあ、なんつうか、まあ、いいんじゃね。そういう、その、好いた惚れたは当人らの問題なわけだし、別に、あたしらがどうこう口挟む問題じゃねえっつうか。何、その、らしくないテンション。あずちゃん、いつものキレが全然ないよ。うるせえな。誰しもてめえらみてえに無神経じゃねえんだよ。は？何その逆ギレ、意味わかんないんだけど。まあまあ、喧嘩しない、喧嘩しないの。早く着替えないと開店準備間に合わないよね、あずちゃん。おう、せやな。とっとと着替えちまおうや。じゃあな、箇所、そんな感じでな。おう、ショークラバニラ、いつまでも寝てんじゃねえぞ。今日も楽しくねえ労働の時間なんだから起きろや。はい、おはようさん。着替えるから部屋借りるわよ。2匹とも起きないと寝坊しちゃうよ。わあ、あのひゅじいさんは、おはようございます。何この騒ぎ、私たち出遅れた感じ。わーい、妖怪でーす。妖怪じゃん。うわ、お兄ちゃん、朝からなんかいろいろとごめんなさい。ありがとう、お兄ちゃん。僕もとっても幸せだったし、後悔なんてしてないから。さあさあ、水無月の絆がまた一つ強くなったところで、今日も張り切ってお店を開けましょうか。はい、今日も精一杯頑張ります。ご主人はほんとエロだね。私を動物 DVD に釘付けにしておいた隙をつくとは、ほんと作詞エロパティシエ。私だけ仲間外れで楽しそうなこととかちょっと気に入らない。ぶっちゃけそういうことなら私も誘ってほしかった。いやいや、私なんぞまだまだ見習いレベル。でもエロパティシエールの響きは割と嫌いじゃない。本来の猫にはそもそもが夫婦っていう概念がないでしょ。私たちみたいに家があってご主人がいて、勉強した猫は人っぽく育つだけで、嫉妬はしても排他的でなし。猫の愛は深い、崇高ね、あずき。まあな。そんなことより一箇所、アップルパイのあん作り終わったぞ。ここで冷ましとくから忘れんなよ。な、バニラ、その溶き卵こっちくれよ。重ね塗りしとくから。なんか今日のあずき、やたら働き者だけど、朝からどうしたの一体。ここにあるパイは、
重ね塗りしちまっていいんだよな。あ、なんだよ。えって、おい、クッション。月の尻尾にぎにぎ。いやあ！てめえバニラ、急に何しやがる？変な声出たろうが！ほほほほ、ついつい小豆もなかなか可愛い声で泣きよる。まあそんなわけで私は表の方へアデュー。ほんと何考えてるかわかんねえよな。とりあえず仕事しようぜ。仕事、次はなんだ、シュークリームのカスタードだっけか。うわー、忙しい忙しい。箇所、カスタードこんなもんでいいか。問題なさそうならこれ冷蔵庫に入れとくからな。ラップどこだ。ラップ、あったあった。じゃあこれで。うわっ、やべえ、カスタードが落ち。悪い箇所、私は全然大丈夫。箇所こそ手がカスタードまみれじゃねえか。悪い、私の不注意でせっかく作ったカスタードも。いや、そんなことねえし、私の不注意だったから。何を？そうか。別にそんな大したことじゃ。
物か。やば。ゾクゾクして、わけわかんなくなってくる。それって、あたしが勘違いしたってことか？ちょっと、待って！すまねえ。ちょっとうとうとしてたら寝ちまって。今何時だ？もうだいぶ時間経っちまったよな。22時って
か。終わり。全然目が覚めなかったわ。別にマジで調子が悪かったわけじゃなくて、寝不足だったのは確かにそうなんだけど、箇所がすげえ気遣ってくれるからよ。あんまり心配されるのもあれだし、はっきり言っとく。昨日の見ちまってよ。そのナッツとショコラとそのモニョモニョしてたやつ。別に覗くつもりだったんじゃなくてよ、ナッツのアホがずっとポケットしてたから心配してて、後から店に戻ったらそのモニョモニョってわけよ。まあそれでなんかずっと気恥ずかしくてよ。箇所もいい優しい顔してその男っつうか、普段はあんな顔見せねえじゃん。でなんかそういうの意識しちまうとそのいつもの感じで顔見れなくてよ。だから別に体調が悪いとこじゃねえんだ。終わり。いや別に謝れとかそういうんじゃなくて、私の方が勝手に舞い上がってたっつうか、そのまあとにかくそれで調子狂ってただけで、全然心配されるようなことじゃねえから。まあそんなわけだからよ、私のことは気にしないでほっといてくれりゃいいかなって。ご主人、大丈夫？ショコラは先にお風呂。今頃パンツ脱いでる頃だと思う。まあ、ショコラは昨日お楽しみだったから、今日は遠慮してもらう方向で。まあまあ、ご主人は気になさらずに。それで、あずきは大丈夫？ああ、妹に心配されるようなことはねえよ。バニラも、私の着替えとかしてもらったみたいですまねえな。いえいえ、その程度のこと。で、あずきは本当に大丈夫？だから、別に大丈夫だって。どうしたの、顔そらして。別に何でもねえけど。じゃあもう大丈夫だから帰るわ。いろいろと手間かけさせてすまなかったな。じゃあ、そういうことで。
ちょっと待った。なんだよ。だから、もう大丈夫だって。あずき、本当はここにいたいんじゃないの？本当はってなんだよ。私は別に。素直にならなきゃ、ご主人に教えちゃうよ。な！ご主人はちょっと待ってて。ねえ、あずき。本当は帰りたくないんだよね。何をバラすっつうんだよ！言わなきゃわからない。猫は匂いでわかるんだよ。そんなことを言われても、私にどうしろっつうんだよ。出場してるとゾクゾク感じちゃうよね。主人は待っててって言ったでしょ。あずきの可愛い声でも聞いて待ってて。何勝手なこと言って。あずきってばすごく敏感。首筋だけでこれならキスなんてされたらトロトロに溶けちゃうんじゃないの？バカ。キスとか何言ってんだよ。そもそも私が誰とキスとかそんなこと。嘘つきだね、あずきは。でもその素直じゃないギャップもまた萌え。それを素直にさせるのがまたたまらない。だから何勝手なことばっか言って。そんな強く、にゃー、やめ。本当にもうやめ。はい、おしまい。バニラ、なんでお前こんなこと。あずきが素直にならないからでしょ。私はあずきが素直になれるように手伝ってあげてるだけだし。バニラ、てめえ。ご主人は鈍いから仕方ない。そんなところもまあいいところなわけだけど。されても素直になれない。あずきもご主人とキスしたくてたまらないんでしょ。私だって一応は女なんだから興味はあるっつうか、歌唱だったら別に
嫌じゃねえつうか。そんなんじゃしてもらえないよ。いいの？それともここまで来て私からご主人に教えてもいいの？わかったよ。言えばいいんだろ。私とのそのキスしてくれよ。歌唱は別に恋猫にしろとかめんどくせえことは言わねえから。こんな発情しちまってたら苦しくておかしくなりそうなんだよ。あずき、違うでしょ。そんなどうでもいいみたいな言い方じゃご主人はしてくれないよ。わかってるよ。ちゃんと言うから。待てよ。歌唱のことが好きなんだよ。愛とか恋とかよくわかんねえけど、多分ショコラもバニラもナッツも歌唱の恋猫になって羨ましいってそう思ったんだよ。畜生。そんな驚くことじゃねえだろ。私だって一応女だって言ってんだからよ。あんだけ優しくされりゃそりゃその気にならないわけないだろ。それなのに昨日あんなもん見ちまったからもうずっとキスとかそういうことばっか考えちまってて寝不足で。だからカスタード舐めるかって言われた時も勘違いしちまって、それからもっとおかしくなっちまって。だから頼むよ。歌唱は歌唱が好きで切ないんだよ。私も歌唱とキスして恋猫にして欲しいんだよ。やっとあずきが素直になったね。だってご主人どうする？このくらいしないとうちのお姉ちゃんは素直になってくれないもんで。
きだ。これで私も歌唱の恋猫ってことでいいんだよな。ほんと柄じゃねえけどよ、そういう言葉も嬉しいもんなんだな。素直な小豆って実は可愛いね。うるせえな、おめえらだって似たようなもんだろ。ほっとけっつーの。お、素直にならないともうキスしてもらえないよ。いいの？ねえご主人。それとこれとは関係ねえだろ。カショウもこのアホの言ってること真に受けんじゃねえぞ。そうまでかよ。くそー、くそー。わかったよ、できるだけ素直になるよ。なればいいんだろ。くそー。はぁ、ショコラには劣るけど、あずきもかわいい。ギャップ萌えってやつはなかなかのものだね、ご主人。私は別にその歌唱が作ってくれるなら何でも。おお、あずきが素直、キャラぞれしてる。されて、それに甘えちまってる長女がな。ああ、別に発情キットって体調が悪くなるわけじゃねえし、ちょっと自分の気持ちが抑えられなくなるだけだから。でも私をそんな安い猫だと思うんじゃねえぞ。とく一回キスしたくらいで私を物にした気になんのよ。そのなんか勢いでいろいろと言っちまったけど、まだまだ歌唱はまだまだなんだからな。もう二度としないってそんなこと言ってねえじゃねえかよ。冷たいことされたら。ごめん、そういうつもりで言いたかったんじゃなくて、その私は歌唱のこと
好きっつうか、別にそのめんどくせえことが言いたいわけじゃなくて、その私だって急に性格変えられねえんだから、そのくらい分かれよ、箇所のバカ。寂しいって言うなら、たまに世話になるわ。そうだな、せっかくだしな、たまには誰かに甘えさせてもらうのも悪くねえし。許されぬ道理も倫理も法もありますでしょう。しかしショコラもバリラもあずきもココナッツも猫、猫なのです。兄様は私の猫たちが求めるまま寵愛をくださっただけなのです。これを合法ハーレムと言わずして何と言いましょう。ああ、素敵、素敵な家族愛にございます。兄様、さあもっと声を大にして叫びましょう。ここが、こここそが兄様と私の猫パラダイスであると。 Hey brother、 Let's say 猫パラダイス。うわー、はい、イエーハイ。今の決まっちまってるしぐれに何言っても無駄だぞ。箇所こうなっちまった以上はもう腹くくるしかねえし。その気持ちよくわかるよ、お姉ちゃん。今お姉ちゃんの気持ちが一番わかるのは僕だもん。まあせやな、んなこと言われてもなんて返事すりゃいいか
わかんねえけど。大丈夫、姉妹だもん。何も言わなくていいよ、お姉ちゃん。まあ、だったらそれで。あずちゃんもなっちゃんも歌唱さんの恋猫になっちゃうなんて、ちょっと羨ましいですね、姉ちゃん。あ、なんでそこで私に振るわけ。別に私は羨ましくなんてないわよ。そういうの興味ないし。またまたそんなこと言っちゃって。めいちゃんだってお年頃の猫なんだから。ねえ、そのお年頃の猫にやったから。そんなめいちゃんが普段くるぶってる。めいちゃんがダメ。めいちゃんがそんなエッチにゃんことなんて。シナモン、フルオちゃん、あんたのそういうとこちょっと引くわ。本気で。わあ、ご主人様、おはようございます。何この盛大なお祭り。もしかしてまた私たち乗り遅れた系。この祭りに乗り遅れるとは何事ですか。先輩猫としてもっと兄様を虜にする防虫術とか教えてあげなさいな。防虫術？何それ、どういうこと。私知ってる、なんかエッチなやつ。ずーん、いやー、しぐれちゃん朝からエッチだにゃー。ずーん、お姉ちゃん、やっぱり同じ人を好きになるって姉妹だよね。なんか嬉しいよね、そんなところも一緒なんてさ。いや、まあそういうもんじゃねえと思うけどよ。まあそういうもんでもいいや、この際で。ココナツ、あずき、兄様の寵愛はどのような感じだったのですか。うん、そこのところはぜひ詳しく聞かせていただかないと。そんなの恥ずかしくて言えないよ、しぐれちゃん。そんなの人に話すもんじゃねえし。てか私ももう何も言えねえから、ほっといてくれ。あー、もう畜生、俺とも負けてこういうことか。ココナツもあずきも良きかな、良きかな。その女の顔もたまらないものですよ。みんなで仲良しは嬉しいですにゃ。でもご主人様の正妻猫はショコラですよね。ね、私はショコラと同率1位で我慢してあげる。ご主人はほんとエロパティシエだからしゃあない。ほんとしゃあない。ご主人様かわいいや。私たちは猫なんだから、そんな浮気がバレたみたいに気取らなくていいのに。ねえめいちゃん、そのひょっとするとなんだけどね、このまま順番的に言うと、やっぱり次は私とめいちゃんになっちゃうのかな。は？何をその順番って。私をそんな安っぽい猫みたいに言わないでくれる？いや、でもだよ。むしろみんな一緒もいいなって思わない？バカ言ってんじゃないわよ。思うわけないでしょうが。私から惚れて都合のいい猫になるなんて真っ平ごめんだし。私もネットで得た知識ですが、いろいろと教えてあげないとですね。そんなんいらねえから、もうほっといてくれよ、マジで。でも僕、ちょっとだけ興味あるかも。でもだよ、めいちゃん。だからしつこいっつーの、もう。ご主人様、ショ
ショコラのこともゴロゴロなでなでしてくれなきゃやですよ。私も忘れてもらっちゃ困る。猫は割と寂しがり屋だったりもする。にゃー。さあさあ、より水月の絆も深まったところで、本日もソレイユ開店しますよ。はーい。猫パラボリューム2、姉妹猫のシュクレ。